ね、いいじゃん。さっきちょっとね、ポッとこのコーヒー入れてる時に途中でポッて、うん、ポンちゃん、はい、いい返事です。どうか、ポンちゃん。いいちゃんくん、なんかもらえると思った？うん、ちょっと待ってね。もうちょっと見たい。もうすぐご飯だよ。クロケンパパはギターの練習のしすぎで左手が痛くなってます。親指がなんだかすげえ痛いのでですね、今日はなるべく弾かないと言っても、もう午前中だいぶ弾いてましたよ、この人。弾いてましたよ、さっきまで弾いてましたよ。なんだかね、嬉しくて毎日弾いているのが、あと指先もね、皮膚がじゃなくて芯の方まで痛くなってきた。やばい。ずんずん。ちょっと今日は控えましょう。腱鞘炎になっちゃうよ。はい。ギタリスト、ベーシストに多い腱鞘炎というのがあってですね、ギタリストでもないくせに。はい。ジェン君を撫でるためにも少し休憩します。ねえ、ジェン君遊んで遊んで、ブラッシングしてして、ブラッシングしたり撫でたりしたり遊んだりしてして、ポンちゃんも帰ってきた。はい、ポン。ポンちゃん帰り。うん、なんかお兄ちゃんのところに行きたくなった。ワンちゃん、こっちでなんか会話がされていたからね。ワンちゃん。ワンちゃん。ワンちゃんもジャン君と一緒にいたいのね。またスギニャのてっぺんとかで二人で仲良くしときんか。タブレットでもいいし、箱でもいいし。こんな感じです。